新宿カルタニュース。さあということでございまして、新宿カルタニュースでございますけれども、はい、まあ皆さんでね、身近なことから信じられない出来事まで新宿カルタで巻き起こるさまざまなことをお伝えする新宿カルタニュースでございます、うんうん、もうそろそろニコニコ動画で、まあ後で説明ございますけれども、ここからはニコニコ生放送で配信されております、うん、はい、あ、もう配信されてる、配信されてるんですよ。どうですか、ニコニコ動画で配信、初めての試みということでございますんでね、初めてです、あ、カルタでやるのか、はいはい、ちょっとこうやって喋ってるのも僕らは分かんないですけど、もうなんか見てる人のあの弾幕みたいな流れてる弾幕って、まあ、そんなあるけど赤いまあまあ、あのちょっとまだ8時からってことなんで、まあその映像を、ね、見てみましょうかね。ちょっとあのスタッフさんお願いいたします、はい、大丈夫、ちゃんとしてる使命がすごい感じだったり、ね、悪口です、いや、ほぼね、うん、そうですよ、もう我々みたいな、まあ、もう悪口でこう生きていく、ね、悪口を得れるからですけど、もう一個怖いのが、悪口ならまだしも、うん、何もないっていうのが一番怖い、それ一番怖いね、誰も見てなかったら、誰も見てなかったら、流れてこないっていう、芸人ども喋んな、なこちゃん喋るみたいなね、あ、そう、そんなんありますね、もう、あ、ちょっと今まだ、まだお時間かかるということです、あ、もうそろそろですか、でも大体なんかこういうネット配信のやつって、はい、笑い声がないとほんまに滑ってるように見えるじゃないですか、面白いことやってても、本当、ね、はい、笑ってくださいね皆さん、それはね、それはない、今だかって思った、そんなお願いする配信の前にそのマイクもこっち向く必要ない、こっち向けてるしかないですよね、なんかもう持ってやった方がいいわ、実際声で喋って大きい声で笑うっていうね、うん、そんなお願いがたいですよねさあでございますけど、まだ、あ、もう、あ、今本当準備中でございます、ここからね、本当はここからね、やっぱりニコニコ生放送ってそんな人気あるんですね、いや、ニコニコ生放送すごいでしょ、ね、だって今あるよ、ニコニコ超会議とかで人がもう何万人たつまるすごいわけですよ、ニコニコ動画配信、ニコニコ動画見ます、なこちゃんはこう普段、私は、うん、あの、あんまり見ないんですけど、はい、最近までそのニコ生とか、うん、そういう、なんていうんですかね、パソコン系の番組でしたんですよ、うん、あ、パソコン系のね、ユーストリームですか、アツヒさん、お、はいはいはい、ロームの、ね、ロームのアツヒさんの番組なんですけど、うん、おい、はいはい、こういうニコ、あ、そう、ニコ生で配信したんだ、あ、ニコ生で、ニコ生で配信も、はいはい、収録の様子を配信しつつ、うん、テレ東で深夜流すみたいな、わ、うん、公開放送ですか、へー、をやってたんですけど、もう本当に淳さんとかが喋ってもブワーって画面埋まるぐらい、これはすごいですね、有名だもん、すごい面白かったです、そのイメージを持ってここに来てほしくなかったですねほらほらほら、いや、ブワーって来ますよ、それ来ますかね、わかんない、始まらない、ワンワンにゃんにゃん光ボケが煽ってピーマンのサウンドがおるんでしょ、ブワーって来るでしょ、それは、そうですね、居酒屋でここのメンバーで飲んでたら多分店員も来ないですよ、店員来るよ、注文じゃない、店員でも来ないなんだよ、俺らの引きって何やろ、スクラム前田敦子と共演してたんやから絶望やん、絶望、あ、あの、あ、俺らもう盛り上がってる感じ、すごいすごいすごい、すごい、なんで話したけど盛り上がってることです、滑ったのに滑ってないみたいな、あ、いやいやいや、滑り始まり初めてに滑ってたじゃん、ね、あ、これで今配信されてるんでございます、あ、すごい、これはもう初めて、初コメント来た、松竹ワクワク来たが、なるほどね、チャンネルでございまして、はい、まあ、もうすぐここはまあ消えまして、ここだけ残るって形になると思うんですけど、はい、まあ、そういうふうにさせていただきましょうということでございます、なこちん、はい、ありがとう、ありがとう、すごい、すごい、あ、やっぱりね、なこちん、すごい、誰が初芸人、芸人でコメントちょうだい、コメントちょうだい、そうそう、なこちん、なこ、なこでは一個も来なかった。俺らには一個も来なかったですね。まあ、なこちんみたいな。こそ、なこちんってことですよね。なこちんって。ありがとう、イエーイ。元気いいじゃない、なこちん。ちょっと欲しいな。僕らも。おー、ありがとうございます。
もお騒ぎよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。まあ我々も初めての試みということでございまして、今月もたくさんのニュースが届いております。ドバダニュースでございますね。なるほど。それではタコちゃんドバッとお伝えしてください。あーでーこちらですね、ごめんなさい、タコちゃんニュースがこちらになります。おドンということでございます。なるほどね。本日もいろいろな芸人からタレコミ情報が入っています。皆さんどうですか、気になる。タコちゃんどうですか。すごいたくさんあるんですけど、今でしょう繰り返す男7、7番ニュース7、今でしょう繰り返す男、はあ、こちらはですね、セバスチャン阿部からのニュースでございます。読ませていただきます、はい、以前初めて吉田さんとコンパに行った時、ネタの時の吉田さんと全く変わらずどっしり構えて急に一言面白いことを言ってくれる感じがめちゃくちゃしてかっこいいと思った、けれども酒を飲んで酔っ払い始めると豹変した。延々と流行りの今でしょうを繰り返すだけになっていて、さらに僕にまで今でしょうを振ってきて地獄だった。女の子たちも全く笑っていなかった。これはなということでございます。セバスチャン阿部からのタレコミでございます。これはお前こそ芸人をやめろ。どういうことですか。してないですよ僕。本当ですか。今でしょなんて、今でしょ、いやめちゃくちゃやったってことでしょ、うん、いや僕してないですよ。本当ですか。じゃあ、すか。いや、どうそれ、今でしょいつやるの。今でしょ。今でしょ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。止めてなかった。いや、ちょっと一旦本人に聞いてみてもいいですか。これはそうね。じゃあセバスチャンの阿部います。はい、阿部どうです。どうも。あ、セバスチャン阿部でございます。めちゃくちゃ言ってましたよ。あら、どういうこと、どういう感じで。いやもうね、言ってるところじゃないんですよ。もう、もうバンバン自分もまずそのいつやるのを自分で振って、今でしょって言うんですよ。どうやってやるの。え、どういうこと。いつやるの今でしょ。はい、はい、いつ飲むの今でしょ、グイみたいな。やってへん。やった挙句、挙句今度女の子にも振り出すんですよ。おで、女の子なんて言いたくないから、そうそうや、いつやるのとか言ったら、うん、今ですっていうぐらいなんです。もう女の子もドン引きで聞いてるやん、聞いてるやん。最終的にさっき僕に振ったって言うんですけど、うんうん、その僕に振るときはもうベロベロだったんでしょうね、うん、今やるのって聞いてくる。最悪や、最悪です。ゼロ点の振りやん。僕はもうはいしか言えないです。今やるのイエスかノーかなの。はいはいはい、今やるの。ゲラゲラ笑って、そんなにこのお腹を狂気なんかするかい。ややわー、そんな先輩。いやいや、なんか覚えてるんです。覚えてないわ、俺本当に。いつ、あれはひどいですよ。でもいつって、まあ、林先生が出てきたんですか。具体的に言うんですよ。意外と最近ですよね。いや、もう本当に、ここ1ヶ月ぐらいの話ですよ。1ヶ月前ぐらいの話です。マジ行ったっけ一緒に。それさえも。じゃあ俺らの最近もお酒飲んで、まあ、記憶なくすってあるじゃないですか、はい、大体まあ2次会行った店ぐらいから覚えてないとかそんなん分かるんですけど、本当になくすときはまだ飲んでない待ち合わせの段階から記憶がない。覚えてない。本当にベロベロでした、だからその日1日どこか1日半ぐらいも遡っても俺忘れてんねんと思うわ。俺だから人より1年少ないやん。1年1日少ないと思うわ、今年。お前のせいよ。吉田君のやったってこと。やったんじゃない。いや、わかんない。俺は本当に覚えてないわ、それは。いや、すごかった。でもやったんでしょう、したら。っていうことの話をね。そうです。でも、どう、もう、腹立つ。いわゆるこの苦言を呈したわけでしょ。いや、もう苦言呈したいですよ。これからはちょっと。それがあんな舞台でカッコつけて。はい。あんた、いつカッコよくすんの。今でしょ、やつやん。これはこれは誰が悪いんや。いや、こっちですよ、待って。こっちですよ、今のこっちですよ。これはもう、MC だけど背筋凍ったわ。どうしようかなと思ったわ、ほんま。わかりました、まあ、でもそれ、これから気をつけてくださいってことで。そうですよ。わかりました、セバスチャン阿部でございました。